生懸命な人がいいなと、あと前向きな人。あんまり考えたことないですね。でも普通に結婚しようみたいな、家族とマネージャーさんの方が先かもしれないですね。いいって結婚していい人もういいって言ってるしみたいな。和装も憧れてたんですけど、ドレス派です。今はまた変わるかもしれないですけど、今はドレス派です。あ、でもティアラとドレスって言ってます。いや、びっくりしました。最初はあんまどんな風になるか分かんなくて、出来上がったり知る心配もなく、そうですね、いいですね。もうキラキラもつけてますよ。でも全体ですかね。でもここを鍛えます。二の腕の朝フルーツを食べるようにしてます。あと化粧水をケチらずにちゃんとつける。すごい晴れ舞台じゃないですか、結婚式とか。だからその結婚式をあげるときに、やっぱりこう自信がついた自分で結婚式あげるじゃないですか。そのためにこう、まあ、ヘアケアだったり、お顔のデアとか、こう体のシェイプアップとかっていうのを頑張って、自信たっぷりな、一番自分がこう居心地のいい気持ちいい状態で結婚式が